久保さん、戦争から76年ですか。まあ、今回僕らの7日間戦争にしましょうか。いや僕らの7日間戦争ね、ありましたね、はい。まあちょっとね、あの、相当昔の映画ですけどね。あの、なんだっけな。 宮沢りえさん出てたよう、ね、な気がするんですよね多分ね僕らの7日間戦争って宮沢りえさん,んちっちゃい子僕僕らの7日間戦争宮沢りえやっぱ宮沢りえ出てますよねああそうだ1 9 9 1 9 8 8年ですね 懐かしいっすね、うん。まあ、久保さんが言う通り、なんだろうな。まあ、不平不満言う。まあ、コロナでね、いろいろとあるかもしれないですけども、戦争やってるよりかはマシじゃないですかね。どうすかね。うーん。まあ、ちょっとね、ブログに書いたんですけど、ブログに書いたんだけど、なんだっけな。うーん。 うん、なんか韓国とか徴兵制度もあるじゃないですかいまだに。なんか日本って、まあま、負けて、まあ、いろいろありましたけど、まあ、負けたおかげでっていう言葉が適切じゃないかもしれないですけど、まあ、原発落とされた結果、まあ、戦争しないよっていうね一応憲法を作ってね、まあ、76年はああいう戦争はもう起こってないわけですよ。 まあこれからはわかんないですよ。これからはわかんないんだけども、まあ現状として76年間戦争してないわけですよね。なんかあの、徴兵、なんか兵隊に行きました。行ってないですよね。でも昔っていうのは、なんかその、あれですよね。久保さんが言ってた通り、兵隊に行かなかったら、あのー、なんだ、村八分にされるみたいなね。そう。 だからかあの潜水行きたくない子はもう隠れてなんか多分いろいろあったと思うんですけど、まあ、そう考えると本当にね僕たちっていうのは今平和だし逆に言うと僕はいつも思うんですけど平和ボケしてるなと思いますね平和ボケうんまあ別に決して悪いことではないんですけど、まあ、ことビジネスをやっていくんであるならば、まあ、ビジネスは戦争なんでうん戦っていかないといけないですから うん、その戦いに勝てるかどうかですね。そう。まあ、マネーの虎ね。久保さんはやるらしいじゃないですか、今日。出社、集めるための、ね、演説で、勝ち取っていかないといけないですけどね。うん、僕あの、カイジのね、あの、負けたらクズだ、ゴミだっていうのはね、利根川の方が好きなんですけど。うん、まあ、世の中甘くないです。 うんまあ、それは竹原さんもね世の中甘くねえんだよっつってねあの若者に説いてましたけどほんと世の中っていうのは甘くないと思います、うん、そんな甘い,甘いもんじゃないので、うん、やれること全部やっても,も,う到,達しない時も到達しないこともあるけどもや,あのやれること全部できる今世の中なわけじゃないですか久保さんがマージャン店を始めた時 マージャン店でネットビジネス始めた時より環境いいわけですからねえクロームブック14000円ですかそれよりはるかにスペックが高いスマホをみんな持っててね <laughs> 回線も早いしととあ当時はまあね久保さんが始めたところは YouTube あったかまあ僕はネットビジネス始めた時は YouTube なんかなかったですから、まあ、今はねもう、まあ、やりたい放題ですようん だからやるだけかなと思いますね。でも、ありがたいことに、みんな平和ボケしてるんで、あの、やるべきことをやったら、まあ、ほぼ確実に稼げると僕は思いますね。ライバルは平和ボケしてるっていうね。だから本当当たり前のことを当たり前にやったら勝てるんですよ。これすごいないですかこれラッキーだと思うんですよね。こと、しかもネットビジネスなんかは、みんなその、あれですから。<laughs> うん、みんな平和ボケしてるんで、 いらっしゃい